待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。ヒミガルナ・フレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。ジージには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。そろそろ行くか。エイガネス、もう行くぞ。すぐ行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。はい、ね、すまない。フラミンゴ誕生ってね。よし、調子いいじゃねえか。まあな。よし、次の地点へ向かおう。
次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。よっ。よっ。いや、ノクト強。まあな。油断したな、ノクト。さらに。よっ。てめえ。よっ。いや。よっ。ごめん。ほら。と。ほ。終わり。その調子だ、ノクト。それ。よっ。いや。それ。よっ。と。エグニス。ああ、やったな。ああ、よし。いや。これだ。ふっ。てや。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナ渡船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。ほっ。せっ。ふっ。ノッコ。やば。ブレイクして敵のガードを崩せ。よっ。あ、はい。ほら。と。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって。その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？いや、すぐ近くの小屋にいるらしい。手紙？ノクト！こいつ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。それ！と、次！ほっ！はい！こっちにも小屋が見えるぜ。いや待ってくれ、提案がある。
なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえな。ロクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。食べて回復しろ。メガネ無事か？心配ない。ほら！よし！とどめか。無事に済んだな。そこに誰かいるのか？あんた、ハンターのデイブか？探したぜ。おい、大丈夫か？俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。ええぜ、俺たちに任せとけ。オンニキル、じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。着いたぞ。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。